し続けられるトレーダーになれます。ここの高値っていうのをさらに更新してるんですね。あまり機能しないと僕は思ってます。無視してもらっていいです。そうですね、これ1億ありますね今。あとはだから待っとくだけです。皆さんにやってほしいっていうのは実際のリアルの口座っていう証拠になるんで、だけで多分何千万かな、3000万ぐらい、まあ、上に行けば勝つと。こんにちは、三井です。今回の動画では FX を始めてよくわからない人とか、始めて間もないしなかなか勝てない人向けに FX の役に立つ知識を紹介しています。今回はトレンドラインの引き方についてです。これを忘れず覚えて習得すれば、あなたも負けることなく勝ち続けられるトレーダーになれます。この動画をお気に入りに登録しておいて、何回も見直しながら挑戦してみてください。ここではですね、トレンドラインの引き方についてお話をしていこうと思います。そもそもトレンドラインってじゃあ何ですかっていうことなんですが、相場において大きくトレンドっていうのはまず2つありまして、1つが上昇トレンドで、もう1つが下降トレンドなんですけども、こういう上昇トレンドとか下降トレンドを瞬時で分かりやすく視覚的に表しているものがトレンドラインになります。そのトレンドラインってどんなものかっていうのをですね、ここ安値があって高値があって、1回安値があってでもう一回高値切り上げました。これで安値を切り上げて高値も切り上げた。この時点でですね、このチャートっていうのは上昇トレンドっていう風になります。この場合ですね、トレンドラインはどうやって引くかというとですね、安値と安値をこう結んだ線ですね。これがトレンドラインになります。反対に下落トレンドの場合はこういう高値と高値をこう結んだ線ですね。こういう感じで引いていく。これがトレンドラインになります。このトレンドラインってじゃあ何なのかというと、このトレンドラインよりも上である限りは上昇トレンドだよね、下落のトレンドラインよりも下にある時には下落のトレンドだよねっていうのを視覚的に非常に分かりやすくするものだと思ってください。実際にチャート上でトレンドラインがどんなものかっていうのをちょっと書いていこうかなと思います。ちょうどここら辺でトレンドラインを引いていこうかなと思うんですけども、ここは安値があって、ここは安値があると、なんでこんな感じでトレンドラインは引けますよね。これよりも上だったら上昇トレンドだよねっていう感じです。チャートは実際にこの上昇トレンドだからといって常にこれより上に行ってるかっていうとか、そうではなくて、ここみたいな感じでトレンドラインを下に割ってくることもあるんですね。じゃあこの下に割ってきたらそれってどういうふうに解釈するんですかっていうと、上昇がもしかしたら崩れるかもしれないよねって思うんですね。よく人によってはトレンドラインを下に割ったらそれで上昇トレンドが終わって下降トレンドに変わるんだっていう人もいるんですけども、実はそうじゃなくて、このチャートを見たらわかるんですけども、上昇トレンドラインを一回割るんですけども、結果的にはここの高値っていうのをさらに更新してるんですね。こんな感じで、なので上昇トレンドを続けていったってことになるんです。っていうのがまあリアルのチャートでのお話になります。そのトレンドラインなんですけども、よく議題として上がってくるのが、ロウソク足の実体で引くのかとか、あとはヒゲ先で引くんですかみたいなことを結構言われるんですね。ぶっちゃけた話を言うと、僕はどっちでもいいと思ってます。自分で引いてみて心地よい線があるところですね。僕はこれを見た感じはおそらくこんな感じかなっていう、ある程度の曖昧さを持って僕は引いてます。このトレンドラインを根拠にエントリーをするわけではないので、僕はこれを抜けるか抜けないかによって目線を変えるかっていう、その程度僕は見てないので、あまり重要視はしてないです。あともう一つ、特にヒゲ先なんですけども、これって FX の会社が配信しているレートによって結構変わってくるんですよね。特にこういうですね、長いヒゲがバッて出た場合っていうのは結構証券会社によってばらつきが出てしまうんで、こういう時は先端で引くよりもどちらかというと実体部分ですね、実体部分を元に引いてあげた方がトレンドラインとしてはしっくりいくのかなというふうに思います。トレンドラインについてのお話、あともう一つなんですけども、トレンドラインの角度みたいなことを結構言う人がいるんですね。トレンドラインの角度っていうのは急な方がいいのか緩やかな方がいいのかっていうことなんですけども、理想的なトレンドラインっていうのは基本的にはもう45度です。この45度のトレンドラインが一番理想だとは言われています。だからといって、例えばここですね、このトレンドラインを引こうと思った場合、こんな感じでこうギュッて上がってる、非常にこう波の角度が急なんですね。こういうトレンドラインっていうのは正直あまり機能しないと僕は思ってます。なんでこういうトレンドラインは無視してもらって
いいです。動画の途中ですが、この動画を見てて一人でトレードするのは孤独だ、なかなか勝てないと悩んでいるなら、概要欄に貼ってある僕の LINE に直接お問い合わせください。コメントお待ちしてます。それでは引き続き動画をご視聴ください。という意味では、さっき僕が引いたようなこういう感じのトレンドラインっていうのは非常に有効なんじゃないかなと思います。実際ここのチャートっていうのをですね、もうちょっと詳しく見ていくと、トレンドラインの引き直しは多分これやっていかなくちゃいけないんですけども、一旦ですね、僕がトレンドラインを引くんであればこういう風な、一旦抜けます、抜けたんですけれども、結局のところチャートはここまで行くんですね。ってなってきた場合、トレンドラインの引き直しってどうやるかっていうと、まず安値を結んでいきますよってお話をしました。ここの安値ってどこですかっていうと、ここなんですね。なのでトレンドラインの引き直しとすれば、直線ですね、こことここを結んでいくんですよ。こことここを結んだこういう線ですね、こういう線でトレンドラインを引いていくと、1個目から2個目のトレンドラインはこんな感じで引いていくと、波の形としたらこんな感じでうんですけど、こうですね、直前ともう一個前でトレンドラインを引いていく、でさらにこっからもう一個上がってという感じになります。という感じでトレンドラインの引き直しというのは僕は必要じゃないかなと思います。だんだんとこういうトレンドラインが緩やかにこう傾いていくと、おそらくチャート自体も天井付近になっていくんじゃないかなと思います。ずっとこう見ていくと、ほぼ天井付近になってここから一気に落ちると、これよくあるパターンなので、こういうトレンドラインがもともとある程度急なものからずっと角度が変わっていったタイミングで、こういうトレンドラインがおそらくまあ引けると思うんですけども、一旦ここ抜けるんですね。下に抜けた時点でもしかすると上昇トレンドが終わるんじゃないかなと思って、もう一回上がってくるんですけども、やっぱりここで逃げもしくは包み足が出て、チャートは実際ここから少しですね、下方向ですね、一気にこう下っていくと、これはよくある話ですね。なんでこのトレンドライン一回下抜けたからといってエントリーするんじゃなくて、抜けてから上行って、上に行ってからのここの戻りで何かしらのサインが出たら売りますよという、そういう意味でこのトレンドラインっていうのはトレンドが変わるかもしれないよねっていうのを示唆するラインになるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。ということで今回は以上です。今回紹介した手法は、ある程度 FX の経験を積んだ方にとっては物足りないものだったかもしれません。なかなか勝てないという方は、今回の動画のポイントが勝ち続けられる突破口になると思いますので、ぜひ試してみてください。ただトレーダーって孤独なので、特に初心者の方は自分のやり方が正しいのか非常に不安になることって多いと思います。もし周りに相談できる人がいない、トレーダー仲間がいない方、そんな方は僕にいつでも相談してきてもらえたらなと思います。そして今日動画でお伝えした内容を信じて、まずは実践してもらえたらなと思います。このチャンネルでは FX 初心者や副業トレーダーに実践してほしい手法、勝ち続けられるためのコツを僕の経験そのままリアルにお伝えしております。見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。もしあなたが今独学でやっていて、なかなか勝てずに悩んでいる、周りに一緒に頑張れる仲間がいなくて勝てる人から直接学びたい、そう思っているのなら、僕の公式 LINE から詳細も見れますので、登録してご気軽にご相談してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。